間に合うってことですね。さあ行きましょう。オープニングハンド、今回は土地が少なめか。ただお互い7枚キープですね。タップインからの静かな立ち上がりとなります。さあ回転を通していきました。お互いここで市川選手ランドがストップ。対する中道選手は即回転翼機登場することが可能となりました。石の宣告を捨てて、これ一気に差が開きましたかね。いやこれはなかなかに苦しいですね。1ターンランドが止まってしまいました。さあここはしっかり考える時間。平地を引き込んでいるので3マナまでは引き込むことができます。手札に解答策ありますでしょうか。さあ有利振りカウンターもメーターもスススとスススと。さあ鶴からのスタートとなります。アーティファクトは見つからず、そして即登場したアタック、これは間違いなく通るでしょう。この土地の出遅れだけはどうしようもないですかね。そうですね、しかも青白フラッシュってもう相手の動きを見てから動ける分、少しでも相手がもたつくとかなりゲームがしやすいので、一気に自分の土俵に持ち込んでいくことができますね。さあ殴り合いを演じているうちは青白フラッシュの方が明らかに有利です。しかもここから回転翼機で好きなスペルを残しつつ手札も循環していけるので、また中道さんのようなプレイヤーがミスるとも思えないのでなかなかさあ相当評価が高まっていますね。中道さんはすごいプレーです。やはりそこら辺戦うと分かりますよね。そうですね、強いプレイヤーっていうのはやはりその圧力、カードの使い方、そういったところも含めて隙がない、そういった印象を覚えます。さあ鶴は石の宣告でゲームから除外していきました。回転翼機起動するにはもう1体クリーチャーを出してください。そうなるとさらに隙が生まれます。回転翼機の睨み合いもまた難しいんですね。後手側が先手側どっちが先に止まるかとか、すれ違いし始めると一気に先手側有利になってしまいますよね。もうこればっかりはマジックの常。そう、高校の時は積極的にぶつけていくっていうのも手なんですけどね。そうですね、ただ無視の霊魂がいると今回はちょっとそれが成立しないので。なるほど。さあヘンエルドラージ、ここにはカウンターが飛びます。ただ調査の真中と思いきやしっかりこういった形になってしまうと打点もやはり伸びていく、5点5点と続いていきます。回転翼機のドローンも含めて手札が最適化されていく。ここでディスカードが停滞の罠ですからね。これは捨てられたカードの圧力さえも厳しいものがあります。さあ2ドロー、2点回復、ここは成熟。罠、やはり持っていました。1枚捨てたということは2枚目は持っていると。そしてこれでガードをまたこじ開けまして、このフライングビートが続きます。そしていらない土地を捨ててこれは盤石ですかねさあコプター2枚目も置いていきました。残りライフは4。そして立っているマナは3マナ、呪文トライの影がちらつきますこれは動きづらいですね。ちょっと希望を溺れさせるものぐらい強いアクションが取れるといいんですけど、残念ながらマナが4つしかない、あ、失礼、5つありますね。ですのでランドセットから逆転の目があるかというところですが、これはさあ生き残る術があるんでしょうか。答えの出ない問題を解き続けなければいけなくなった。さあこのカードはこれは断片化ですかね。ああ、これをカウンターで返して呪文しおれでさらにカウンターしていきました。さあこれでライフが6、そして2ドロー。さあ希望を見出すプレー、そして鶴につながったか、鶴につながりましたね。さあビッグターンとなった。しかしここもスカ、ただひとまずのブロッカーは準備できました。残りライフ4、ゲーム最終局面に到達しましたね。ライフが6ですか、2点ゲインが入ってないかもしれない。失礼しました、ライフ6ですね先ほどが4、結構まだあるかもしれないですね。さっきまでは絶望的だったんですが、このターンかなり挽回できましたね。ですが中道大輔選手、手札に呪文トライ持っています。この2枚手札を入れ替えるというアクション、そうですねすざましい、まあ、ただここからは呪文ドライが効かないような5マナ6マナのレンジで、仕掛けることになると思うので、はいなんとかこのターンをしのげればというところでしょうか。さあ回転翼起動しぶつけていきますが、これ無視使ってきますかね。使いそうですけどね。さあじっくり考えていきます。使いましたね。さあ破壊不能、ちゃんとクリーチャー準備できてドローも進む、この構えに対してビッグアクションで返していかないと辛いですかね。そうですね、ちょっとまあ呪文ドライなりなんなりは、まあもうここまでちょっと劣勢なんであんまりケアもできないんですけど、さあ希望を溺れさせるものをチャレンジ、対応して調査手がかりを生贄に捧げようとしましたが、2マナのカウンターをもし調査で引くことができればカウンターして、そのままゲームエンドまでいけそうですかね。ほとんど巻き返せなくなると思います。さあ考えています。手札ドローしますね。さあこれが通りました。山本健太郎がゲームを変えてくれるんでしょうか。一瞬でいなくなりそうです山本さん自体はちょっとさあ俺の身を守ってくれよとさあ連れてきた魂が、さあ片方の登場は OK、 2体目も OK、 そして1体タップ、もう1枚は通しそうですね。さあ今引いた土地を捨てました3点通って残りライフは3。さあしかし中道さん今アバシンを引いたように見えたので、なるほど、結構強烈な3枚に見えましたね。ターンエンドアバシン、それだけで残りライフを削り切る原動力となります。このアバシンってカードもまた、そうですね、もう今変身されてももう死んでしまうような状態なので、さあ大天使アバシン、本当にちょっと俊足つけた人はちょっと反省してほしいですね。俊足はダメでしょこれ。聞いてますかウィザーズの皆さん。まあ俊足じゃないとちょっと電動が怒ってますよ。下の能力が悲しいですけど。さあ変異エルトラジ。さあこれが通るようなことがあれば、これは呪文捕らえチャレンジですね。ここは消されました。残り4マナー。さあ断片化を回転浴器、パンハモニコンを置いてエンド、手札をすべて使い切った形となります。次のドロー次第ではまだ。さあドローは金色のカードに見えました。呪文ドラへさらに追加ですかね。さあ残りライフ3の石川選手に向けて、まずは回転浮き登場させてタップを強要、そして2二飛行に向かって2三飛行がパンチと、残ライフは1となります。さあ手裏がない石川選手、ここのドロー非常に重要。さあもう1枚カード土地ではないように見えましたが、回転翼機これはいいブロッカーですね。まあただ中道さんとしてはもう残り4マナなので、さあ通してさあこの2枚最適なもの2枚ではないか、アバシン登場してしまう。さあこうなると回転翼機同士をぶつけるというアクションが即死につながります。さあ登場、手札には呪文ドライを持っていますね。飛行3体でのアタック、これを押しとどめられるか。これまだ延命できるってことですかね。一応インスタントで、除去が引ければ、まあ、停滞の罠が仮に引けたとしたらまだ望みはつながると。あ、ここのドローですね。ああ引けず。さあかなり辛いゲーム。